ストレートエニアグラム、お便りのコーナー、お便りコーナーですね。お便りコーナー、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。タイプ5の動画でお便りをいただきまして、うんうん、ありがとうございます、はい。タイプ5特徴の動画で、うんうん、まあお便りをいただきまして、うん、全然冷静でも客観的でもない、うんうん、あなたはタイプ5だと思っているみたいだけど、うん、違うんじゃないとおっしゃられた21世紀初頭の2チャンネルでお会いした方へと、うんうんうん、僕たちじゃないですよ、ね、僕たちじゃないです、はい、あのその都度は失敬、もしタイプ9だったら安全の範囲内だし、失敗ばかりだから3や4のウィングさんはありえない、7ほどいつも明るく楽観的、かっこむしろ悲観的、なんで楽観的ではないし、2ほど独善的ではない、4は妹だし、何が言いたいかというと、もしこれを見ていたら失敬、じゃあタイプ何に見え張るの、って聞かれてます、要はこんな僕はタイプなんですかっていうことを聞いてきたのかなっていう理解ですね。で僕もまあこれを見ていて一回このお便りをくれた方になってですね、その2ちゃんの中に入ってみたんですね。俺はタイプ5だと、タイプ5で、タイプ僕タイプ5なん、僕もあのタイプ5になったことあるので、なったことがあってタイプ5だと思ってる時期があって、でその入ってみたんですね。入ってみてその僕に対して、いや君ね、全然冷静でも客観的でもないし、お前あなたは自分のことをタイプ5だと言ってるけど、違うんじゃないって言われたんですよ。でその時にはぁってキッてなったんですね。キッてなった時にあれこれはタイプ5かってっていうのと、おめえこそタイプ5じゃねえだろうって思ったんですね。はい、このなんでてめえ攻撃してきてんだよ、おめえこそタイプ5じゃねえだろ、そんなタイプはそんな攻撃的じゃないみたいな、そう、なわけがねえだろ、おめえ5じゃねえなって思って、ふーって一息つくと、あれちょっと待てよと、いやむしろタイプ5は多分そんなに口調は怒ってないのかなと。そうなので今の話を聞いて、はい、コメントの書き方ですよね。はいはいはい。が、本当に攻撃的な感じで、おめえ5じゃねえだろみたいな感じで言ってきてるのか、タイプ5だとすると、こう、相手の気持ちとか考えずに合理なんで話をする。はい、合理的に分析して話をするので、はい、合理的ではない理由を客観的に述べよう。書いたりすると、それが攻撃されてるように受け取られる可能性はあるのかなって。あなたは5じゃありません。別に攻撃してるつもりはない。そう、攻撃してる意図は全くなくて、みたいな。無意識のうちに、そういう相手を傷つけるようなことを。なるほど。そう、合理的に分析して出すと、痛いところだったらグサッと。あ、でも、もしか本当のタイプ5だと、いやいや違いますと。いやいや。私はこういう理由でカチカチカチって合理的に返せると、そう5の、かもしれないけども、受け取った人がそうやって言われて、いやいや違います、私はこう合理的な理由を、5つのポイントがあります、そうだけどことがスラスラって述べれると、うん、そう5だったかも、5だった、確かにってなる、僕はおめ待てお前って来たので、あ違うと、俺はここで反応して、いや違うやっぱり5かも、ここでも反応して、ってなると、あ反応タイプだと、反応タイプ、88、4、6、うん、で考えると8はねえなと、僕あの星野誠一さんとか見てて、全く同じタイプだとは思えない、人のこと怒れないし、4は4、憧れますけどね、あまあね、個性的な人、個性的な人、僕も憧れます、ジョニー・デップとか書かれる人がいます、ああ、ね、いいね、なりたかったりするんですけど、多分4の村からもう僕弾かれるんですね、あなた違うわって、私と匂いが違う、だって人と仲良くできるものを
違うよねっていう人の輪に入っていくものあなたって入っていける、あなた私たち入っていきたいものみたいなね。でなんかそう人と同じ格好をして安心するでしょって、うんうんうん、私たち人と同じ格好は嫌なの、うんうん、あれ確かに制服をちゃんと着てるって、うんうんうん、あの人たちはなんで制服を嫌だって言ってるんだろうみたいな、うんうん、なんで私服にこだわるんだろう、うんうん、だって校則制服って言ってんだろ、うん、お前らも制服着ろよ、校則に従うのがっていうタイプですからね僕はね、校則に従えよ、タイプ4は、はい、タイプ4は校則に従ったら私にらしさが消えてしまう、違うなってなるとやっぱ6なんですよ、ね、うん、6、うん、で僕はこの先ほど、うん、あのいただいたのを見て思ったのは、うんうん、その自分の番号ね、うん、6っていうのが出てこないんです、うん、3が出てきた、うん、4のリング3が出てきた、うんうん、7が出てきた、うん、2が出てきた、うん、4が出てきた、うん、あ9もありましたね、あ9もありました、ね、9も出てきた、うん、6だけ幅なんですあ1と1と6、1と6がないない、うん、でまあ1も多分自分で分かるのかなと、うんうんうん、あのタイプとして、うん、あの1って言われるのは確かに身の回りいつも綺麗とか、うんうん、あの信号無視とか許せないとか、うんうんうん、ってなると、うん、僕的には、うん、いや分かるんですよ、その6って人気ないのが人気ないって思ってるのは多分6の人が思ってるんですよ、6にはなっちゃあのね、ちょっと待ってくださいね、僕最近あの、うん、結構エニアグラムの本をたくさん、はいはい、買って読むんですけど、うんうん、あの褒められたことは一回もない、あのその褒められたことが追従とかべったりって書かれるんです、そこが、はい、タイプ6の人がかっこ悪いと思ってる部分なんじゃないですか、他のタイプの人はそこにそんなにこだわってない気はするんですよね、いや見ろよ追従とか例えば僕が追従とか言われてもそんなに嫌な気はしない、はい、そうなんだですか、うん、あそうなんだですよえあそんなこともあるかなぐらいの、うわこいつディスってるとかは思わない、なるほど、うん、ので多分タイプ6の人がそこに一番目を向けたくない場所なんじゃないですかねっていう、じゃあ、はい、でね、うん、あのタイプ6の書かれ方が、うんうん、そのサラリーマン向きとか、うん、公務員向き、公務員向きとか、うんでなんかそれって かっこいいかみたいな、誰しもかっこよくなりたいじゃないですか、うん、でもサラリーマン万能選手って書かれたいんですよ何かわかります、万能選手って、万能選手、はい、タイプ7がよく万能選手って書かれるんですね、でもそのサラリーマンよく出てくるのは公務員とかサラリーマンとかじゃないですか、はい、でそこがかっこ悪いってタイプ6の人が思ってるで、公務員ってじゃあ鳴らしてくれよって話なんですよね、そうでも公務員になれますよって言ったらなります、今今このままでいいですか、はい、公務員今ちょっと一人コネがあるから入れますよって言われると疑うんですね、うん、いやちょっと待てと、それ疑うのはまあ別の問題として本当に枠があったみたいな、枠があったというかコネがあった、いやいいですね、うん、だとすると別に公務員になれます、公務員なんかそういうのに憧れるからタイプ6なんですよねと思うんですよ、はい、サラリーマンとか安定したと職業とかに憧れるからあんたに向いてるのはサラリーマンですみたいな、会社を起こしてこうリスクを抱えながら生きていくと多分不安で不安でみたいなってことは言われるのはなんかディスられてるような感じがするんですよね、そっディスってるわけじゃないじゃないですか、いやそれをタイプ6の人が求めてる、あの囚われてるですよね、あ囚われてるって言われると、うん、あそうかもしれないですね、うん、って客観的になります、うん、求めてるって言われると求めてない、囚われて求めてないって、囚われてるって言われると、うん、あそうですね、だから公務員とかになったら楽なんですよきっと、あ将来の不安とかが一気になくなってみたいな、絶対またそこで不安は作るんでしょうけどね、まあ、違う不安は作るんでしょうけど、はいはい、とりあえずこう将来どうするかの悩みが消えるみたいな、はい、で楽にはなるのかなっていう、なんで、うん、あのよく言われる、うん、そのなんかあの
タイプがわからない人の理由として、うん、あタイプがわかりにくい人のタイプとして、うん、よく6と9が挙げられますよね、うんうん、で、まあ、あの一般的な説明だと、うん、6は求められるとそのタイプになろうとして頑張ると、まあ、9はそれを受け入れてそうなんだってなるみたいなことが書かれてるんですけど、僕はそうじゃないと思っていて、6の書かれ方があまりにも魅力的じゃないから、みんながなりたくないと思ってるから、俺は6じゃないから始まると思うんですね。でもそれをっていうのが、その平等に書かれてないんですよ。そこにとらわれてるからそう思うんじゃないかなっていうのが僕の、あだから言いたかったのは、まず6じゃないって思った人は、あ 6かもしれないよっていうこと、うん、あ、うん、真っ先に外したんなら、うん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 、僕は真っ先に外したんですよ、うんうん、俺は特別だから6ではない、うんうん、6ではないから始まったんですね、うんうん、あ、まあ、そういうのはあるかもしれないですね、はい、そこにこう囚われすぎて、なりたくないからと思って、うん、これじゃない、僕はこれじゃない、うん、から始まったんですよ。囚われてる部分って多分自分の痛いところを疲れてるんで、はい、そこからこう、あ、これじゃないってことですね、これじゃないっていう、はい、あ、そう、うん、なんでもしかその真っ先に6を外したんなら、うんうん、あなたが手に持ったそれがあなたですと、うん、そうで、特にタイプ6の人ってこうカメレオンって言われて、どのタイプにもなれる、はい、タイプジャンパーとか、タイプジャンパー、はい、なので1を求められれば1になれるし、2を求められれば2をなれるしみたいな、はい、3でも4でも5でもなれるみたいなところなんで、3の部分の自分を探そうと思ったら多分見つけられると思うんですよね。僕あのエニアグラムの先生で好きなの岸先生、うん、清流先生って、うん、あの本もいろいろ出してるんですけど、うんうん、その先生の紹介の仕方が好きで、うんうん、その岸先生は、うん、あのバランサーって言うんですね、バランサー6のことを、うんうん、全てを兼ね備えた、うんうん、全てをバランスよく兼ね備えた人、うん、バランサーですって言ってもらえると、うんうん、ああいいねこれ、うん、この服いいねって持ってこれるんですけど、うんうん、やれね、うん、あの忠実な人とかね、うん、あの安全を求めて慎重に動く人って書かれると、うん、これはいらないってなるんです。俺はこれじゃない。でもその言葉自体はそんなにディスってない。いや、かっこよくない。かっこよくないけど、はい、あ、かっこよくないけどというか、とらわれの部分に目を向けると、こうタイプ、例えば他が達成してるんですよ。こう達成キラーンってなるのに、キラーンってなってるところは谷も大きいみたいなところじゃないですか。タイプ3だったら詐欺師的な共栄みたいな。で勉強すると、ね、そういうのは見えてくるんですけど、うん、とっかかりで、エニアグラムのとっかかりで、うん、まずこの商品がメニューで来るわけじゃないですか。う, んうん、あのうちの店には 9品あります、うんうんうん。どれにしましょう、うん、ってやられると、うん、これはいいやって。これは食べたくないって。うん、だからこう、バランサーみたいな、なんかタイプ6の人って結構完璧に。で完璧な、うん。って言われると、あ、これもいいかなに、うん、こうパーフェクトな人なイメージですよね。あ、って言われると、あら、これもいいわねってなるんですよ。うんうん、でそのパーフェクトな理由が、それ安全を求めてるみたいなところじゃないですか、うん、なんか変なのがかかってきた。パクチーが乗ってきた急に。だから多分タイプ3の人、パクチーいらないんですよ。タイプ3の人とかは達成を求めるけど、そこに関係ないところはこうとにかく意識しいかないみたいなところじゃないですか。だからこう目指す部分がすごく輝いて見えるから、5センチのリブステーキみたいな。目指す部分がもうとにかく輝いて見えるのが、はい、中国産みたいな、 3とか7とかですよね、はい、なので、まあ、その辺に憧れる気持ちは、なんで人気のあるのが3、4、7、まあ、あと5ぐらいもあるんじゃないですか、ね、5も人気なんですか、ね、あ、僕もやっぱ5になったことありますからね、うん、5はなんかあれじゃないですか、頭いい感じするじゃないですか、インテリな改革者って言われますから、ね、インテリチックな、インテリな、はい、賢い人なので、多分有利な人、有利タイプな人は、まあ、個性的な4か5ですよね、頭のいい5か、はい、憧れるな有利タイプっていう、わーって言っちゃうんですよね、輪の中に。輪の中に有利の人行けないですからね、行きたくなっちゃうんですよね、うん、で多分有利の中で行きやすいのが9の人ですよね。
わーとはいかないけど、さーっと笑顔でいられる、笑顔でいられる、入っていける、うん、でも有利の人ばっかりだと会話続かないですからね。シーンとニコニコしてる人と、ね、黙々とこでパチッとブログパチパチってやってる人と、で時々こう話を振ってもパチパチの人が一言で返ってくるみたいな。そう、すいません。あ、でこう話がだいぶそれてしまって、あ、すいません。なのでそのお便りとしては、うん、あのでも一回ここでタイプ6ってなると、うん、まあ楽は楽なんですよ、うん、で、まあ、僕がこの人タイプ6って思ったのが、はい、いろんなタイプが出てきてる、あ、なるほど、例として、はい、っていうのは例えば9かなって思ったってことですよね。そうですね、9の可能性はあるなと思って、はい、でもよくよく考えると9じゃないかなとか、はい、タイプ3の可能性もあるかなってけどこう深く掘るとタイプ3じゃないかなみたいな感じでこういろんなタイプを言ってるわけじゃないですか、はいはい、そういう人は6の可能性高いかなっていう。だとすると、うん、あなたは完璧な人ですってことですね。完璧な人です、バランサーですって、そう、いろんなタイプをこう兼ね備えた、はい、いろんなタイプの特徴をこうバランスよく持ってる、どのタイプにもなれるっていう6の、まあ、このコメントしか見てないんで分かんないですけど ね、 ですけどね。あとは、まあ、僕ちょっと返信で返したんですけど、うん、ある人が、うん、いやあなたにアムロが乗ればいいんですよっていう表現がした人がいて、うん、多分僕にアムロが乗ると完璧になるんですよ、多分完璧に動き始めるの、うん、だそうなので、そうメタ視点でちょっと上から見て、上からこの子を動かしてあげるとね、うん、多分やりたいことはできるんです。3人になりたかったら孫前サービスとかこう入れとけばいいんです。あ、うん、カチャってはめ込む、カチャってはめ込むで、と孫正義だ。あ、そうそうです。みたいな、まあ、特にタイプ6だとバランサーですか、うん、バランサーなんで、ちゃんと孫正義として動き始める、そうそう、孫正義のようにっていうことができると、うん、器用な人、そう、はい、だからある意味いいですよね、一番って言われると、うん、キュッてまたなんか本当かよ、本当にそうやって思ってる、騙そうとしてるなっていう、うん、はい、でもその岸さん、岸先生もそうやって言ってましたからね、はい、あのエニアグラムで人をコントロールしようと思ったら、はい、タイプ6の人が一番向いてるって、はい、あ、そうなんです、そうそうなんですって、はい、なのでこううまいこと多分いろんなとこに合わせながら人をコントロールしていける、な、はい、なんかそのタイプ3のように器用にやりながら、うん、人の良さも出しながら、うん、そう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 っていうのをやろうと思えばやれるのがタイプ3みたいな、あ、タイプ3、6みたいなことを言ってたので、はい、タイプ6が一番いいですよみたいな、うん、なんですか、はい、何も固く見ましょう、僕と6と6の僕となので、そう、僕はもう6ですねって言いたくなったこれを、まあ、コメントだけをコメントだけで分析するなら6ですねっていう、はい、っていうことは、うん、6の人と6の僕が会話をしたわけですね、この中で。そう、このコメント見て二等兵っぽいなと思って、ああ確かに、ね、6は僕一切言ってないですから、ね、6はないと思うんですけどねってでございます、はい、はい、ありがとうございました、はい、こんなネタも面白いかなと思って、はいはい、どんどんあのメッセージをいただければ、はい、一本またちゃんと返すようにいたしますので何か返します、はいはい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、チャンネル登録もよろしくお願いします。